さあ今回は まさに夏休みならではの企画ということで、皆さんも一緒にね楽しんでいただければなと、もしかしたら自由研究に間に合うかな、まだ間に合うかもしれないねということでご覧ください、はい、どうぞ。夏ということで今日はゲストの方に来ていただいております。お、涼しげな人ですか、暑苦しい人ですか、まあ、夏にふさわしい方です。おお、はい、なるほど、そうですか、はい、石子さんです。どうも、夏といったら俺ちゃんの俺ちゃんですよ。どうも、さあどうも、おはようございます。もうすでに汗だけですよ。べっしゃべしゃするんですね。ここさ、汗たまるよ。そうなんですよ、後ろにあるちょっとなんか貯金箱みたいなとこだな。ちょっと汗たまってる。ダムが俺もでも、こうしてでもすげえ汗っかきだから。あ、そうですか。夏ちょっと、なんだよ、夏好きなのに汗っかきだから、あーって思うことがいっぱいあるので、うん、外に冷房ついてればいいのになって毎回思ってるんですけど、ふーんふーんって。シャボ君も、シャボ君でも年から年中いつも、あ、そうっすよね、の、まあ、そう黒のイメージですし、そうですね、うん、黒く痛い人だから。黒く痛い人。サロンさ行く人だからね。すごいですよね、サロンに行ってまで黒くなる。うん、そうなんですよ。パンツの境目出やがっただよ。そうなんですか。結構綺麗に、全裸状態だから、え、あれって全裸で呼ぶんですか。そうえ、マジっすか。うん、全裸よ。え、あ、なんかあのイメージだったんですけど、いっぱいある中に、うん、みんな入っていくのかな。あ、違うサウナ、こサウナみたいな個室なんだよ、ね、一人用なんだよ、一人用、一人用。そうなんすね。え、それだけどっちこう向けるの、下つ向けるの。あ、そこもだって、あの、ちょっとやばない、ね、だって立った状態でやる。立った状態違うやつだ。サバさんの場合、下つまらねえよ。なんで日焼けサロンで、開放が。何を想像しながらやってんの、これ。夏休みの宿題とか、自由研究とか、そういうのの参考になるようなことをですね、やってこう、なんかこう、教養的なところも見せたいなと思いまして。教養、あれ、今年、いろんな都合で、この放送って夏休み終わる頃になるんだよ、気が。まあ大丈夫ですかね。駆け込み的な感じで。あ、なるほど。もしくは来年に。来年に。最後にバタバタってなった時は、あの人らの真似して、なんとか間に合わせる。そう。じゃあ、結構すぐできそうなことをやった方がいいですよね。あんまり時間かけねえんだよな。太平の方にこれから行きたいと思います。お、完全にあの俺、お友達の家が浮かんでるんですけど、うん、おー、なるほどね、はい、なるほどね、はいはいはい、ムークいるの、ムークいると思う、はいはいはい、あ、ムークかな、ムークいる、ムークから吠えられたからな。そうでしたね。そうでしたね。はい、あそこあそこ、はい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 、あー、はい、うん、そうだ、どうやって座るの、また並ぶ3人。え、マジっすか、ぎゅうぎゅう、はい、真ん中、石川くん、そうですね、太平まで結構遠いっすけど大丈夫っすか。じゃあ最初、はい、どうぞ。じゃあ、はい、エアコン効いてる。マックスのはずですか。汗って、はい、拭き取んねほうがいいんだよ。あ、そうなんですか。うん、あれ体温調整するために汗が出るから、あの風呂上がりで、まあ1回ぐらいサッとタオルでやるけども、その後は汗引けるまで黙ってたほうがいいよ。あ、そうなんですか。うん、だって汗拭けばまだ出るから。あ、拭き取っちゃって。いや、これね、拭き取ってくれ。玉のようなあの、せせらぎが聞こえるもん。隣からチョロ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 、ピチャピチャ、汗の音じゃないですよ。ピチャ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 。エアコン効いてる。体ですけど、体半分すんげー熱いんだけど。やってまいりました、うん、はい、ペトロさん、はい、はい、ね、もうここはもう石国もそうだけど、そうですね、ね、
仲良しでもあり、はい、漫画にもなってしまって、はい、登場人物でもあるという、そうです ね, ねこの間ちょっとサイン会やってました、うん、はい、あの漫画の中で、はい、我々のひよこちゃんのキャラが無断に使用されたっていう、そうですね、無断でスッと、ね、はい、誰がね、登場人物の T シャツのプリントなってたような、はい、なってましたね、はい、あの辺はどうなってるんですか、あの辺、うん、僕はあまり知らないですけど、なんとかすいません、ほんとに、いい香りする、あ、木の香り、じゃあ娘がね、つぐるに来ましたよ、あ、なの、うん、それこそ夏休みの、あら、自由研究、え、娘なの娘もいたの前に作らせてもらったやつ使ってるよ、家で、おお、そうそうね、俺もありがとうございます、うん、使ってます、使ってこそですからね、お前が言うね前に体験に来てもらって、はい、で、すごい楽しそうに作って帰ったんですよ、はい、で、まあ自宅に遊びに行ったりもするので、はい、行った時にもう見覚えのある袋が本棚の上に置いてあって、はい、そのままで置いてた、本当に、え、まさかと思ってそこ取り出したら本当にこう包んだままの状態でここに置いてて、えっつってね、1年後ぐらいでしたっけ、そうだね1年置きっぱなしね、はい、から持ってきそのコンテナに置いて、なんか嬉しい、今日ね番組の、まあ、ゲストさんだからあれだけど、なんか貶められてるのなんか気持ちいい前回ね、うん、はあのこういう風体だけど、あのすごくいい人なんだよっていうのを全面的に出してくれた、うん、今回はちょっと悪いところを、そうですね、俺は外面じゃない部分を、素の方を小松さんといるとね、すぐに貶められるじゃあそちらの方は頑張らせて、いろいろあったらちょっとね、なんか気持ちいいざんまい俺、前回のね、ちょっと薄緑がかったやつにしたから、はい、今日は青っぽかった、本当、何も本当、普通のただの透明にしたら透明にします、うん、じゃあ、ちょっと書いてもらう、このサンプルも、はい、マスター、こうやって用意作って用意されてるんでしょ、はい、そうです、すげえな、マスターって呼ばれたの初めてなんでどことかどうか迷っちゃいました、俺はね、やっぱり青なんですよ、はい、はい、スカイブルー、はい、はい、じゃあ、赤かな、あ、オレンジいいな、オレンジで、うん、オレンジ、オレンジ、うん、特にあれないですけど多分もうちょっと薄くなると思います、はい、今回は普通にビール飲むサイズにしよう、うんうん、ジョッキほど大きくなく、はい、グラス、俺意外と焼酎グラスが今ないんで注目だよ、あなたの発言にはみんな注目してるマジですか、うん、なんでちっちゃいのも出すんですか、ね、全然全然僕はいろいろあるんで、こんぐらいの感じがいいです、あんまり物考えねえで言ってるでしょ、はい、何も考えてないです説明はでも大丈夫かな、やりながら説明していく感じで大丈夫ですか、はい、まあ、あの何年か前に来た時の資料映像があると思うので、はい、もう一回見てもらう、床にこうチョークでチョークで書いてもらって、はい、でこう消して次みたいな感じで、そうそうそう、その資料映像はありますんでねそれ一回挟んでもらってお願いします、ね、もう一度溶解炉、ビールグラス作りは高温のガラスを扱うため怪我をしないように説明をしっかりと聞きます、ポコちゃん、ココちゃんとヌルコちゃん、はいはい、お邪魔します、ほら、手抜きで夏だもん、本当だ、うん、ここから連絡、連絡これ抜けるんだよ、これこれ、うん、なんとせんだよね、おじさん、めどこめんきくてしょうがねえ俺、無類の雑種好きだからよ経験者先が経験者後がいいとか、なんかそういうのなんかあれば、あ、じゃあ経験者先がいいですね、あ、ですか、はい、はい、ただ全員経験者、ああ、あんだよね、あんだよね、あの物を大切にしている人先がそうですね、じゃあ物を大切な人先のパターンに、はい、あんですか、静香さん最後に、はい、わかりました、物を大切にしてない人じゃあ、シャボさんとこっちが、じゃあ、じゃんけんじゃんけんで、じゃんけん、はい、
勝った方が先よ。勝った方が先。あ、じゃあ、はい。俺ヘマ出番だな。俺じゃんけん4-4。せーの、最初はグー、じゃんけんポイ。あいつでしょ、あいつでしょ。あら。勝っちゃった。勝った。で、どんどん入れていくと、はい、ちょっと分かりづらいですが、今。つきました。うん、ガラスにつきました。はい、はい。今回して回していきます。はいはい、これちょっと、ね、形を整えてもらうので、はい、ここで転がしていきます、はい、そして手前に引きながら、まあ、石川さんありがとうございます、ね、知ってるねちょうどこの間の日曜日手伝ってますまだ雨状に厄介そうですね、まだ全然やわないです、うん、でこれでちょっと整ったので、はい、おっ何それ温めるような様子回しながら崩れてきたらちょっと上の方で止めて回ります。ああなるほど。お水入れます。あ、お願いします。あ、それなら自分で飲むやつじゃない下下じゃあ下から軽く当てていきます、はい。やっぱり初めての時よかもサクサクとできてる感じする。はいはい、はい、あ、それ自分で飲むやつじゃなかった。そうそう、僕で飲むやつでも上から見てるから伸びてる感じが分かんない。そうなんですよ、うん、ただこれぐらい。おお大丈夫ですか。うん、そのバイトで何個ぐらいもらえる。あのメロン1個もらいました言うなよ何メロンだかによるな。割とさ、一人でやってるじゃないですか。平らになってますかね。もうちょいです、もう一回温めて。はい、はい、その状態で使います。で、ちょっと斜め下から。おー、広がってきた。うんうん、いい感じです。ちょっとこうなったけど、でも私は大丈夫ですけど。はい、これで完成になります、はいはい、ありがとうございます。お疲れ様でした。イエーイ。ビールには小ぶりだけどもジョッキと違う大きさのね、うんうん、私あの晩酌は瓶ビール飲むタイプなので、うん、なんでそんなに映してるのいいよ瓶ビール。町内の酒屋さんから配達してもらったの、ビンビール。まあ、ごめん、出なくてね。いいんだ。これ、左利きなんですけど。はい。そうですね。俺の左横でじっとしてる門番がなんか気になるんだよな。ミスすると、殴られる。はい、え、なんで出るの。ああ、そういうやつか。あ、俺のお水って言ってくれないんですか。言わないよ、そんな。だって俺ワックスがどれだか分かんないですもん。持つの。あっちとか言ってほしいな。あっち。うん。切ってますけど大丈夫ですか。お前がつけすぎるから、ね。だって適量教えてくんないじゃないですか。油。油。油で割れてる。おい。俺小6のサッカー部を思い出しました。おい油。パス取れてんが。今これぐらい広がりましたけど。ああ、はいはい。ああ、いいっすね。良さそうですよ。いいっすね。これぐらいで。うん。あっつい。どうぞ、やばい。どうぞ、汗が毛穴から出る瞬間をどうぞご覧ください。
空気を入れてもらいます。しっかり加えて、強めに。かわいい。はい、OK です。俺空気入れるのすげえ苦手なんですよ。プーってしました。かわいい。腹立つ。飲まなくていいでしょ。飲みたいっすね。暴れる。ちょっとやろう。はい、お願いします。やだ、この子強い。はい、検索します。じゃ、それを置いてもらって、はい、じゃあもうちょっと空気入れてもらいます。はい、あ、空気入れますか。空気入れます。あ、空気入れます。よし。じゃあ軽めに行きましょうか。はい。かわいい。かわいいって。しばしっていうか、はい、そうですね、ゆっくり冷まして、冷まして、はい、明日完成になりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。席にゆとりができました。前に席作っていただいて、空いてますよ、ここ。行きます、行きますか。大丈夫、大丈夫ですか。次はですね、はい、まあ、夏休み。ということで、やっぱり那須といったらここだよねっていうところに行きたいと思いますので、はい、入り合いの方に行きます、はい、我々を待ってくれてる人、はい、県内で一番大型のところ待ってきてる人そうですね、この時期は特に、はい、はい、石子くんです、はい、小汚ねクソデブ出てたな言うね自分のことを、まあ、もう口悪いのがあれですから俺どっちに寄ったらいい、俺でいいんすか、テッドでいいんすか、俺これ膝の上で夏ですか、あー出た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 、うー俺ちゃんかわいい、ほんとまあかわいいのは一緒だったけどな今日だって車の後ろ背いた時、あ石子くんだと思ってきたもんあれいつ以来、秋以来でしたっけ、ん去年の秋以来、あ、じゃあ12月の年明けとかですね、そっか、はい、そっか、あれ以来の登場ということでございまして、はい、どうも石子です、めっけー、なんぞこれ、同じ扱いなんすごいですね、このタキシードもちゃんと来て、うん、ねー、ちょっと、はぁ、よくできてる、俺も今日テッドして2つぐらい飲んでくれた、うん、こいつちょっとお利口さんだと思うのよ、ちゃんと根津くんの力、なるほど、じゃちょっとヒールな感じですからね、ちょっとカレーパン買ってこいとか言われそうな感じですよね、うん、でもテディベアの語源ってやっぱりちょっとやんちゃなとか、はい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 、そういう意味合いだからな、なるほどなるほど、うん、テディだものだって、そっか、それのテッドでしょ、そういう意味ではそうですよね、うんうんうん、やつはそれなりの男ですよね、あこれ洋風とか脱がせばダメなんだなじゃあちょっとこうなんか繋うで、なんでその下手とか見ないの専門的に行かないでください、ごめんごめん、さあそれで、できたグラスが目の前にございましてね、はい、はい、こういった3種類になっております、はい、せっかくだから来週これで1杯あいいですね、うん、行こうかなと、はい、